ご視聴ありがとうございます。五輪大会で都心に競技会場が多くあることで高速道路、首都道は混雑することは予想できる。この混雑を解消するために値上げして車の抑制を図る方法を取るようだ。通行料の値上げで車の混雑が解消するだろうか。高い料金では批判を避けられないし、そうではないときは混雑が解消されないとも考えられ、ことで通行料の設定も苦労するに違いない。2020年東京五輪パラリンピック期間中の渋滞緩和策として、大会組織委員会、東京都、国が競技会場を結ぶ首都高速道路で、交通量抑制を目的に通常の料金に上乗せする、ロードプライシングを導入する、大会関係者が明らかにした。課金額は一律500から3000円と複数の案が浮上しており、国土交通省を中心にそれぞれの効果を検証し、対象の区間や時間帯、車両を含めた検討に入る。東京都内で6日に開かれる有識者を交えた交通輸送技術検討会で、ロードプライシング導入を確認して議論を開始する。首都高は走行距離に応じて料金が異なり、普通車 ETC 利用時で300から1300円に設定されている。選手やスタッフ、メディアら大会関係者は、バスや乗用車で主に高速道路を利用することが決まっていて、首都高は何も対策を行わずに大会を迎えた場合、通常の約2倍の渋滞となることが見込まれている。東京都などは経済団体や各企業に交通量をそもそも分散する交通需要マネジメント TDM の協力を要請した。具体的には時差出勤やテレワーク、物流企業には配送時間の変更や回数の抑制を求め、交通量を平日から 15% 削減し、休日並みとする計画だった。しかし、昨年10月に開かれた交通輸送技術検討会のシミュレーションでは、TDM により全体の交通量を一定程度減らしてしまうと、一般道から首都高は混雑していない。と、逆に流入する車両が相次ぐ結果が出た。これでは、TDM の効果が限定的になってしまうため、新たな抑制策の必要性が浮き彫りになっていた。組織委と東京都は、円滑な大会運営と経済活動の両立を掲げている。ロードプライシングは、トラックなど物流車両は課金の対象外とする方向で検討し、行楽客ら一般車両に対し、割高な料金を設け、利用を控えてもらうのが狙いだ。逆に、大会関係車両が減る深夜帯は通常よりも値引きし、利用時間の移行を促す案もある。また、首都高でロードプライシングを導入した場合、周辺の一般道に交通が集中して混雑することが予想される。そのため、首都高を取り巻くように走る東京外郭環状道路、外和道や、首都圏中央連絡自動車道、圏央道を値下げすることで、迂回を促すなど、首都圏全体の交通量を調整する方策も議論する。ロードプライシング導入には、国民の理解を得られるかも。大きな鍵となり、慎重な議論が求められる。東京都や神奈川、千葉、埼玉など沿線自治体の議会の同意も必要となる。今年末までには結論を出す方針で、大会関係者は協力を求めている企業への影響を抑え、大会成功に向け多くの人に納得してもらえる方法を模索していきたいと話す。